ニセ、偽ノストラダムスの一人、アントワーヌ・クレスパン・ノストラダムス本項目で扱う、ニセノストラダムスたちは、16世紀フランスの医師、先生術師、ノストラダムスの名声に便乗し、不当に、ノストラダムス姓を名乗ったり、弟子や子孫を名乗った者たちである。なお、本項目では、資料的に正当性が確認できない人物や疑問を指摘されている人物は、 当人たちの主張がどうあるかに関わらず、関連人物として扱っている。ノストラダムス本人は、毎年観光していた、歴書などによって、生前から予言者、占い師としての名声を確立していた。この名声に便乗し、ノストラダムスの存命中に、最初の偽物が出現した。本物のノストラダムスが、基本的に本名の、ミシェルド・ノートルダムか失明の、 ミシェルノストラダムスとしか名乗っていなかったのに対し、その人物はミシェルドのストラダムスと名乗った。彼は、ノストラダムスの存命中から弟子と勝手に称していたが、本家が没するとすぐに、ノストラダムス二世と改名した。そして、天に召されたミシェルドのオートルダム先生の蔵書に、基づくと称する予言書などを出版した。ノストラダムス二世を名乗ってからも、自分は、 ノストラダムスの弟子であったと吹聴する一方で、ノストラダムスの名を権威づけに用いる偽物たちが多いと批判している。彼は1574年にルプザンの町が炎上すると予言した後に、自ら町に火をつけて回ったところを見つかり、馬に蹴られて死んだとされる。1570年頃から活発に著作を発表したのがアントワーヌ・クレス・パン・ノストラダムスである。 この人物も蘇生は不明であるが、一連の著書の肩書きが正しいのなら、王族や貴族たちに徴用されていたようである。彼も自分のことは棚にあげ、ノストラダムス2世やフロランドクロクスを名指しした上で、彼らを偽物たちと批判していた。ノストラダムス本人の死と前後する頃から活動を始めたのがフィリップ・ノストラダムスである。彼はフランス人を自称していたが、 現存する著作はすべてイタリア語である。また、ノストラダムスのおいと称したこともあったようだが、ノストラダムスの実刑ジャンからは名指しで親族関係を否定されている。なお、当時のイタリアには他にもノストラダムスのおいと名乗っていた先生術師アントニオルチェーロがいた。この人物もまた、ノストラダムス本人との血縁関係は確認されていない。 ノストラダムスの弟子と名乗って歴史を刊行していたのがフロランド・クロクスである。この人物は現在では詳細が伝わっていないパリのイシジャン・ルプルチエの変名とする説と著名な詩人で数学者のジャック・ペルチエ、デュマンの変名とする説とがある。17世紀以降はモルガール、ジャンブロラ模放射は多いもののノストラダムス星を名乗る者はほとんどいなかった。偽物が あまりいなかった17世紀にあって、例外的な存在が、アンリ・ノストラダムスである。彼の名は1605年版のミシェル・ノストラダムス氏の予言集に登場する。それによれば、アンリは、ノストラダムスの王位であり、1605年版で、初めて、予言集に付け加えられた。六行詩集は、ノストラダムス本人からアンリに託されたものであったという。しかし、 現在明らかにされている範囲内では、7人いたノストラダムスの老いにアンリは含まれていない。また、六行詩集は他のノストラダムス作品との文体の違いが顕著なため、アンリノストラダムスは偽書である、六行詩集の権威付けのために創作された人名の可能性もある。一部の信奉者は、アンリをノストラダムスの辞典、ジャンの息子と仮定しているようだが、 エドガール・ルロアの実証的な研究で否定されている。この時期には、青本業者たちが出版した歴書の中に、ノストラダムスの名を冠したものが多くあった。これらは、ノストラダムスの偽物というよりは、ノストラダムスの予言書の偽物というべきものであるが、これらの実際の著者は、匿名のパンフレット作者たちである。19世紀半ば以降のパリでは、ノストラダムスの追いという名義の歴書が、 毎年刊行された。これは、もともと主筆のジャーナリスト、ウジェーヌ・バレストが、ノストラダムスの著者と名乗っていたものが、途中から変更されたものである。バレストの死後も、ノストラダムスのイ名ーは継続され、20世紀初頭まで、毎年出版されていた。19世紀後半のイギリスでは、ノストラダムス星を筆名に用いた人物が複数、現れた。 ガブリエルのストラデーマスとマーリンのストラデーマスである。前者は、神託に伺いを立てよう、後者は、科学の時代。ある20世紀の新聞をそれぞれ出版した。ガブリエルは、神の伝言を告げる天使の名であり、マーリンは、伝説上の魔術師の名である。このことから、明らかな通り、彼らの名前は、占いや、未来予測の権威好きになる名を組み合わせたものに過ぎず、 蘇生はいずれも不明である。20世紀以降には、ノストラダムスの予言解釈を通じて、自身の優位性を主張する手合いは多く現れたが、その権威づけに、ノストラダムス性を名乗る者は、国籍を問わずほとんどを見られない。日本では、例外的に、シーザー・ノストラダムスの筆名で、予言解釈書を出版した、ヤマハ音楽教室のインストラクターがいた。 また、ノストラダムスの生まれ変わりだと主張する心霊研究家でミカエルド・セザールの筆名で著作を発表していた者も,のもいた。ここで、ノストラダムスの息子セザールが登場しているのは、信奉者の中には予言集第一序文を自己流に解釈し、セザールの名をノストラダムス予言の最終回答者の象徴とする者がいるためである。1990年代には、 直系の末裔と主張するローラダムスが日本やフランスの雑誌に広告を掲載していた。彼女はウィーン在住のフランス人の占い師だといい、マルセイ・ユヴァンタロットを使う彼女の占いは、ノストラダムスから受け継いだ秘技に基づいていると称していた。ムーに掲載された広告には、彼女の助言のおかげで宝くじが大当たりしたという、フランス人や商売が繁盛したという、 スイス人の体験談が載っていた。なお、実証的な研究では、ノストラダムスの直径の子孫の幻想は確認されていない。ノストラダムス生を継いだ3人の息子のうち、長男セザールは結婚したものの子供はおらず、次男シャルルには娘アンヌがいたが彼女の消息は不明であり、三男アンドレは修道士となったために独身だったからである。 また、ノストラダムスの三人の娘のうち、長女マドレーヌの息子は、父方のオペード男爵家を継いだクロード・ド・ペルシであり、ノストラダムス姓を継いでいない。ド・セバケに嫁いだ次女、アンヌの息子もまた同じである。サンジョリアーヌは、生涯独身であった。他に、ノストラダムスが何らかのカードを使って、占いを行ったという記録も確認されていない。20世紀には、 それまでの世紀と異なり、ノストラダムスの例から何らかのメッセージを受け取ったと主張する者も,も現れた。アメリカでは逆光催眠術師のドロレスキャノンによるノストラダムスとの対話全三巻が刊行されている。第1巻については日本語版も刊行されたが、山本博士からはその内容のうちでノストラダムス本人から発せられたとは考えられない点をいくつも指摘されている。 日本では、ノストラダムスの霊言をそのまま収録したとする、大川隆法の2冊の著書が出されている。これについては、清水和夫がいくつかの誤りのほか、後藤勤と無著、ノストラダムスの大予言が広めた、不正確なノストラダムス像の影響を受けたと、応募式箇所を指摘している。他に、池田国吉は予言解釈の際に、ノストラダムスの霊が助言してくれていると主張していたが、 その詳細な20世紀末予想は何一つ、当たらなかった。デュープブ P115 ハットのストラダムスル、ジュンヌピアニッシモ、24から25ハットハルブルンプ、103、ハルブルン P54 リロイピアニッシモ、132から133、隕石激突瞑想出版、1991年。レヌーボーディテクティブ、18億トーブル19、1996。 ムー1997年1月号、P25 ハットルロイップ、111から130、南山博志役、ノストラダムス霊界大予言二見処房、1994年、山本ピアニッシも237から240、ノストラダムスの新予言、ノストラダムス旋律の刑事清水ピアニッシも178から193。ありがとうございます。